ですか。お茶の間に演歌の魅力をたっぷりお届けする演歌流行り歌のお時間です。歌川文子です。今週もたくさんのお便りありがとうございます。宮城様です。今日も皆様との出会いを大切に、笑顔と感謝の気持ちを忘れずに頑張ります。青山レミです。皆さんお元気でしょうか。吉田静香です。というわけでございましてね、はい、吉田さん、今週のお土産を、はい、はい、今週はなんか宮地さんの毒だそうですね。乾物セットということで、先ほど山口県の還元左近さんと還元右近さんとおっしゃる方から、はいはいはい、プレゼントしていただいてるんですけれども、はい、還元流の、あ、ね、はい、はいはい、いつもありがとうございます。左近さん、右近さんからね、これちょっと辛そうだね。美味しそう。うん、美味しそう。いや、ビールのつまみに良さそうだね、これね。ですよね、うん。これはカルシウムあるだろ。です。ね。一番、私全部好物。お酒飲めないけど、全部好物。いや、でもこれ体にいいよ、カルシウムに。そう、ね、絶対いいよ。もう、後で食べるわ。うん、ちょっとだけだよ。え、なんで？ちょっと。ちょっとだって。決まってんじゃん。これは俺が持って帰るやつでしょ、これ。何言ってんだよ、なんか。奪い合ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、行きましょう。はい。早速、お便りをご紹介させていただきながら、今週の歌からお聴きください。俺とお前の今日までを水に流してくれないか。ちょっと待ってよ、思い通りになるのなら神も仏もありゃしない。ゴムと飛ぶとも、あん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 あだからと甘く見てね、後で泣いても悔やんでも、後の祭りよ、あん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 、聞きいただきました、はい、吉田静香さんの恋人ということですね、はい、もう慣れました少しは。え、少し慣れました。少し慣れました、はい、というわけでございましてね、はい、こういう感じのその何詩が好きなの、割と男っぽい、そうですね、どちらかというとやっぱりなんか ねちょっとした鳥羽一郎とか、とか、もうあなた捨てないでとかってそういう体型のも好きですよ。あ、そうなんだ、はい、別に鳥羽ってことないんですけど、どちらかというとこう切符のいい歌っていうんですか、で自分ではそういう性格だと思ってる。思ってます。あ、思ってるね、はい、なんか見た目そういう感じだよね、はい、
そうですね。だけどね、男によってはね、ものすごく寝ちょっとしちゃうんです。寝ちょっと。そうなんですかね。うん、男によってね、ね、女がもろ出しになっちゃう。こういう体型っていうのは。危ない。え危ない。だから、普段はなんか竹を割ったみたいにパサッとして、冗談じゃなんて誰にも言ってんだよ、みたいなさ。そういう感じの性質なんだけど、はい、うん、本当にこういう体型の人って男に惚れちゃうと、うん、もうメロメロになっちゃうんだね。ああ、そうですか。ああ、そうですか。俺が聞いてんだ。経験してみます。まだ経験してないって、はい、そういう男にまだ巡り合ってないんだ。そうか、はい、これからだな。というわけでございましたね。はい。